どうも世界のカルタクラブをご覧の皆さん、カミカミ、こんにちは、こんにちは、こんにちは。ということで今日は練習します。イエーイ、明日千葉大会なんだ。いやマジでね、明日千葉大会に向けて練習しなきゃまずいので練習するんですが、ナビの家が狭すぎるのと、鳥の精度が悪いということで、ちっちゃいカルタ使ってやってみたいと思います。イエーイ。通常だ。誰と誰だよね。あ、どうもゆせです。カセです。のびです。いい側です。突然すぎるだろ。なんだ、挨拶途中からやるタイプ。挨拶途中からやるタイプ B。で、どうする？どうする？やっぱさ、ちゃんと大会形式でやった方がいいんじゃないの？ああ、なるほど。メッセージの中は、はい、何タゴ？月？玉？よっしゃ。これ何か忘れたわ。玉。いや、大事なんだ。重症や。これが名人の札忘却力。札忘却力。大事。確かに。じゃあ行きまーす。てん、つき。はい。てん、たま。はい。わー、よっしゃー。たご。はい。お願いします。お願いします。今を晴れべと、昨夜この花。君がため春の涙で若夏絶対無理、絶対無理や。アップされたら絶対入れないわ。俺入ろうとか考えたとか間違えない。服からに秋の草木のしおるれば世の中よ。あ、じゃあ送られてんじゃん。始まりました。始まりました。いつものです。劇場やったー。えぐ。君がため推しからざりしもろともやわれと思え山桜。競技カルタでは百人一首の札を50枚取り、敵陣、相手陣に25枚ずつ並べ、敵陣、相手陣完全に主観が。よもすがら、物思う頃は一回自陣に行きましたね、ラビカさん。僕ええ、そうですね。自陣から囲っていきましたね。あれは高等テクニックです。自陣から囲っていくことができるんですね。そうですね。一般に A 級選手になると、ね、敵陣から自陣に戻ると、自陣から敵陣へ行くっていう、そうですね、2枚取れる取り方ができますね。奥が深いですね。誰花の色は釣りけりないたずらに。今のは伊賀さんが2回行動しましたけども、2回行動って、こんな大層の戦略なのでしょうか。戦略なのでしょうか。拾えたなと思わせることで別に拾えるはずもないのに。そういうことですね。でも実際ありますよね、なんかそういうこと。いや黙ってください。お黙りください。お黙りくださいじゃないな。滝の音は耐えて久しく耐えぬれど、なこそめっちゃ転校した。知らずに風の吹きしく寂しさに宿立ち出て、おせえんだけどどうしようか。おせえやつよりおせかったわ。もう無理だわ。夜を込めて鳥の空では浮かりてる人発生のちぎりきな片手に袖を絞りつつ、ちっちゃくてよかった。はい、お手伝いは普通だったら。確かにお手つきよね。キリギリス楽屋下よのキリン立ち上る。あ、違うって、キリ読んだんだって。次読むかな。しかも次恨みやりだった。で、だ言うな、言うな。買いますけど。みんな裏を意識する。次も出ないじゃん、絶対じゃん。いやいやいや、シャッフルしたんで。恨みは全じゃん。何でさでさでさにしっかりしてない。出たち完全にぐだけ出ないから。もうめっちゃブーのやつだ。心理戦や、特殊との心理戦。
玉のよう、さえなばさえねえな。考えていい。どうするんでしょうか。おお。進化なく距離。許されば角田の稲葉、春の夜の夢ばかりなる鎌倉に。やったやったー。やっぱ落ち着きですわ。朝だけがやっぱりそうでしたね。朝だけでしたね。やっぱりそうですね。よろしくお願いします。今を晴れべと昨夜この花、白露に風の吹きしくいや、わかるでしょ。いやー、なるほど。横幅も変わんないけど、なんか絡むっちゃう。絡むっちゃう。これはしょうがない。あの、ミニカルタ初見の人はね、こうなりますね。面白いですね。薄いからね、札が。確かに。そうだわ。墨の絵の騎士による波。ちょっとは思えないですこんなんでも3回一緒できるんですねこっからね、気合が入ってますからね。こっからではない夜を込めて、あーやるぞ語ると思う。絶対やる。やったやると思うって言ってやったわやりよったわ。つくばねの峰よりおつる、キリギリス泣くやしもよの。真ん中の君がたれを取る戦い、囲いて全力の囲いで、まず顔で囲います。舐めるように。母さんが言ってました。あの、読まれてから出ていいっていうから頭が。ありじゃない、結構ありか。君がため。ルール違反はしない。いや、そうだ。妨害か。妨害に当たると思った。妨害なんだ。ホトトギス泣きつる肩をちぎり起きし、佐世保が強い命に。今の過去行ってないな。絶対取れない、このイデカルだ。絶対無理。春の夜の夢ばかりなる。綺麗なお手つきでした。お手つきじゃないもうめっちゃうまいと思ってよ。すげえと思ったな。お手つきかい。長官の次ハルス送ってるわ、この人。そうだった月見れば知事にものこそ、千早ぶる髪をも聞かず立つさ。なんでなんでちぎり気あったから。ちぎり気あったから。いやでもよ、そんな危ないじゃないでしょ。これに勝った方は別途今日寝れるんですけど、あの、僕っすおっと、勝利宣言出ました。僕っす。ここで高砂の尾上の桜、滝の音は耐えて久しく、世の中は常にもがもな渚こぐ。次にお手つきしたのは優勢さん。あんだけ煽ってたのに、もうあれ逆だったんだね。やられた説ありますね。セイムだ。これで重々で。これでセイムか。セイムだ。こっからがカルス。こっからがカルス。重々がキーポイントだからね。許されば門田の稲葉、タゴの裏に打ち入れてみれば。大変の。減った。なんか減った一枚。一生やるんだね。この。玉のよう大変なば大変ね。朝ぼらけ宇治の皮切り。寂しさに。やった宿を立ち入れて眺めれば。宿を立ち入れた。やったね。俺は歩きなかった。当たり前だろ、歩きあるやついねえだろ。雄星の布団が一歩、いやもう二歩三歩近づいてます。血のブレード今まで行けり恋は花の色は薄いけりない。ここあと、雄星選手が、花あんの？花あります。春花の
渡り手を腕のリーチ長さを生かして見事に決めていきました。リスケ選手これ本番で見たいですね。ちなみに本番は片方しか取れません。ラミ選手も鋭い攻めがまだ見えてないですからね。鋭い攻めもいらんくない。こんなんしかねえじゃん。服からに秋の草木の し鋭い拾いですね今のは。世の中よ一生そうなって思いる。確かに中途半端だった。お手つきするか攻めなきゃいけなかった。すごい陽性選手はもう確実に自陣守りに行くと。そうですね、確かに深入りしてナビ選手の得意な羊毛がスエラのゾーンに飛び込んでいくのはやっぱよくない。勝っている場面では勝手に続いて払う。さすが、これが強者の戦い方です。さあ弱者弱者君がため押しからざりし。さあ次は何を浮かすのでしょうか。浮かすという指示が、いやいいですね。そう、ああ雄星選手があえて攻めたヨモス柄とかを浮かせてくるのはやっぱ確かに頭がいいですね。タレオカも知る人にせば早く言えた。朝昼のおののしの腹真剣ゼミでやったところだ。これが渡り手、これが渡り手や。これが本当の左に体重を残しながら右を払い残った体重で左に行く。マジで早かった。ちぎりきな肩に袖を浮かりける人を外せの。いや無理っす。普通に速い、普通に速い優勢選手、勝負どころが分かんなくなってます。さあさあどの札取るんだ。朝ぼらけ有明の月ととってもゆっくり取りましたね。優勢選手いいんですかそんなんで。いやちょっと今のまず任任しようかなと思って。うまく見えた。うまかったっす。はい、丁寧な押さえですね。巡り合いて西やそれとも由良の塔渡る船人よもすがらこの頃はけやらで言われざるわけない。男の本気出すのこと。いや今で持ってってくれたから。優勢選手いつもの悪い癖が出ました。これ本番でも出るからよくない。ありがとうございました。顔いらない顔いらない。